皆さんこんばんは、大です。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。これから東北新幹線に乗って森の都仙台に向かおうと思うんですが、なんかですね、ここ東京から出る最終の仙台行きっていうのが山彦号なんですが、なんと JR 北海道の新幹線車両 H5 系が使用されるらしいんですよね。 H5 系といえばはやぶさ号なイメージがあるんですが、なんと間合い運用として最終の下り1本限定で山彦号としての運用もあるみたいです。そこで今回は東京から仙台まで深夜の最終列車限定 H5 系やまびこ号を乗り通してみようと思います。ということで JR 東京駅新幹線北乗り換え口にやってきました。今回使う切符はこちら。東京から蕨分割松島までの乗車券と新幹線自由席特急券です。普段だったらね、指定席を確保するところなんですが、せっかく H5 系に自由席が搭載されるということなので、今回は自由席を利用して仙台まで向かおうと思います。こちら3枚の切符で早速入場していきましょう。今回乗車する H5 系で運転のやまびこ号っていうのが21番線から21時44分発やまびこ223号仙台行きです。そしてやってきたのが JR 東京駅新幹線下りホームの20、21番線です。乗車する H5 系のやまびこ号は21番線から21時44分発です。現在21番線には21時28分発浅間631号長野行き停車しています。こちらの列車が発車した後21時32分頃に回送列車として入線してきます。21番線に21時44分発やまびこ223号仙台行きが17両編成で参ります。この電車は上野、大宮、宇都宮、新白川、郡山、福島、白石蔵王終点仙台に止まります。グランクラスは10号車、グリーン車は9号車と11号車、自由席は1号車から5号車と12号車から17号車です。 We'll soon arrive at track 21. For your safety, please stay behind the yellow tactile pavement. Thank you.東京駅21番線には21時44分発やまびこ223号仙台行き最終列車がやってきました。こちら前側7両が JR 東日本の E6 系新幹線、そして後ろ側10両っていうのが JR 北海道の H5 系新幹線になっています。ちょうどね、隣の22番線からはやぶさ47号仙台行きが発車したわけなんですが、あちらは JR 東日本の E5 系です。 E5 系はね、ピンク色のラインなのに対し JR 北海道の H5 系っていうのは紫色、ハスカップ色の帯になっています。いやー、本当にね、 H5 系がやまびこ号で走るんですね。側面表示はフルカラー LED になっています。下段にて停車駅がスクロールで表示されていますね。いやー、それにしてもね、 H5 系の車両で自由席が見られるっていうのもなかなか違和感ありますよね。北海道のマークと自由席の表示ですね。まあ、これを、ね、見るために今回は東京から仙台まで自由席を利用していこうというわけです。それでは早速やまびこ223号 H5 系の列車乗車していきましょう。まず乗車するとですね、扉のところこれ緑色になってるんですよね。 E5 系だとここは赤色表示になっています。まあ、ここもね、ちょっとした違いっていう風になっていますね。車内はこんな感じです。進行方向右側が3列、左側が2列といった感じです。で、今回私はね、自由席を利用していくということでね、座席の指定はされていません。
空いている適当な席にね利用していくという感じですね。この辺この辺りにしておきましょう。自由席ですが新幹線の普通車ということでリクライニングに通すことができます。またね座席にはヘッドレストが手動で動かせるようになっています。自分の頭の位置にね添えて使いましょう。あ、これはぴったりいいですね。 H5 系の普通車にはこことここにコンセントがあります。差し込むとですねこのように使うことができます。21時44分仙台駅最終のやまびこ223号 H5 系の列車が東京駅を発車していきます。いやーそれにしてもね普段は全車指定席のはやぶさ号で使用される H5 系がですねやまびこ号の際は自由席を出すようになっています。 H5 系で自由席っていうのはなかなか違和感ありますね。東京を発車した最終のやまびこ223号、現在秋葉原駅付近を走行しているんですが、次の停車駅上野はですね新幹線で唯一の地下駅ということでトンネルへと列車入っていきました。東京を出てから5分やってきたのが上野駅です。この上野駅はね日本の新幹線で唯一地下にホームがある駅となっています。いやそれにしてもね結構この駅から乗る人もいるんですね。21時50分、上野駅を H5 系やまびこ223号発車していきます。JR 北海道の車ですが車内チャイムっていうのは東日本の車両と同じなんですよね。本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は山陸線仙台行き。 JR 東日本の新幹線っていうのは日本語放送の時途中の停車駅っていうのは言わないんですよね。ちなみに英語放送だとですね途中の停車駅を全部言うんですよね。これだったらね日本語放送の時もね途中駅言えばいいのにって思いますよね。東北新幹線では旅客営業列車の最高速度が320キロと日本最速を誇る路線です。現在やまびこ223号は最高速度の3分の1しかない105キロで東北新幹線を北上しています。実はですね東北新幹線の最高速度320キロが出せるのは宇都宮盛岡間だけなんですよね。特に東京大宮間っていうのは騒音問題の観点と列車本数が大体4分間隔で走っていることもあって在来線特急と変わらないぐらいしかスピードを出すことができないんですよね。ちなみに現在列車は埼京線との並走区間を走行しています。列車によってはねこの区間で並走、追い抜きといった光景見ることができます。さて列車は間もなく大宮に到着します。基本 H5 系といえばねはやぶさ号運用、はやぶさ号は大宮を出ると次は仙台ということでね大宮の次が宇都宮って案内するのは違和感ありますね。東京を出てから24分、列車がやってきたのが大宮駅です。東北新幹線と上越北陸新幹線の分岐駅ですね。いや北海道マークのあるね H5 系で次は宇都宮の表示を出しているのはすごい違和感ありますよね。やまびこ号最終列車ならではの光景です。22時9分、大宮駅を H5 系最終のやまびこ223号が発車していきます。東京、上野、大宮と各駅に停まってきたやまびこ223号、次の停車駅は宇都宮です。ここからついにね通過運転もするようになるんですよね。
H5 系ってね、分かる場所でね、やまびこ号って案内されてると違和感ありますよね。しかもね、本来であれば次は仙台なんですがね、宇都宮って案内もしてるわけです。違和感しかねえな。大宮を発車した東北新幹線はしばらく上越北陸新幹線との並走区間を走行していきます。ただ基本的にこの区間で東北新幹線と上越北陸新幹線の車両が並走するってことはないんですよね。しばらく並走した後、上越北陸新幹線入社との丸山駅付近でね、お別れします。大宮発車後の車内の様子です。このやまびこ223号、仙台行きの最終列車ということでね、福島県内行くのも最終列車なんですよね。ということで自由席はかなり混雑しています。ほとんど座席が埋まっていますね。東北新幹線のちょっとした豆知識で、現在列車は茨城県古河市を走行しています。東北新幹線っていうのは茨城県内に駅はないんですが、古河市をちょこっとだけ走行するんですよね。つまり関東地方で新幹線が通っていないのは千葉県だけとなっています。東京を出てから49分、やってきたのが宇都宮駅です。この宇都宮駅でね、結構な人が降りていくんですよね。いやー、めちゃくちゃ降りていきますね。いや、それにしても宇都宮でね、北海道マークが入った H5 系がいるっていうのは違和感ありますね。22時34分、宇都宮駅をやまびこ223号発車していきます。実はですね、この宇都宮まではまだ後続にね、那須の方の那須塩原行きがあるということで最終列車ではないんですが、この列車宇都宮を出ると次の停車駅は新白川ということでね、宇都宮以北最終列車になっています。さて、H5 系で運転されているやまびこ223号最終の仙台行きは宇都宮駅を発車し、どんどん加速しながら東北新幹線を北上していっています。宇都宮から先、盛岡までの東北新幹線というのは最高速度320キロが出せる区間になっているわけなんですが、基本的に320キロを出す新幹線というのはハイスピード料金を取っているはやぶさ号とはやて号、こまち号だけとなっています。それ以外の新幹線っていうのは320キロ出せないことはないんですが、遅れている時以外は320キロまで出さないんですよね。列車は現在那須塩原駅を通過しています。見ましたかね、駅の通過が出ていたんですよね。ちょうどこの辺りでですね、やまびこ223号は栃木県から福島県へと入っていきます。福島県入ったタイミングでですね、次の新白川到着放送が流れ始めるわけです。ついに東北地方へ入りましたね。東京を出てから1時間9分、列車がやってきたのが福島県新白川駅です。普段は H5 系が320キロを出して高速通過していく福島県の駅にね、止まってるっていうのは違和感ありますよね。またここから先終点仙台まで H5 系のやまびこ223号は各駅に停車していきます。22時54分、新白川駅を
H5 系のやまびこ223号は発車していきます。やまびこ223号がやってきたのは郡山駅です。郡山駅ではですね、隣の13番乗り場にね、郡山止まりの東北新幹線やまびこ号がいます。こちらもね、最終列車限定のなかなか面白い列車になっています。東北地方、特に福島県内を走る新幹線っていうのは山間部を走行していくということで、結構トンネルが多いんですよね。トンネル抜けたと思ったらすぐトンネルに入るといった感じになっています。さて、列車は間もなく福島に到着します。深夜帯、最終列車は東北新幹線しかないということでね、乗り換え案内はありませんでした。東京を出てから1時間36分やってきたのが福島駅です。福島といえばね、やまびこ号、よく後続のはやぶさ号、こまち号に抜かれている印象があるんですが、やまびこ223号っていうのは最終列車です。待機は一切ないんですよね。23時21分福島駅を H5 系最終の仙台行き、やまびこ223号が発車していきます。福島といえば東北新幹線と山形新幹線の分岐駅です。福島発車後すぐにね、山形新幹線がお別れしていきます。あれだけ混雑していた車内も福島を過ぎていくと、もうすでにほとんど乗っていないですね。列車は間もなく終点の仙台に到着するわけなんですが、よく考えてみるとね、この列車、東京も左側、上野、大宮、宇都宮、新白河とずっと左側しか開いてないんですよね。終点の仙台も出口は左側です。なかなか面白いですね。東京を出てから2時間2分やってきたのが終着駅の仙台です。乗ってきた H5 系っていうのはこのまま回送列車として新幹線総合車両センターに一旦入庫した後、翌朝6時40分発仙台始発のはやぶさ95号、新函館北斗行きとして運転します。いやー、それにしてもね、最終列車限定ですが、やまびこ号としてね、 H5 系が仙台まで運転してきたわけです。なかなか違和感の塊でしたね。最終列車限定 H5 系やまびこ号に乗ってみた動画、いかがだったでしょうか。東京21時44分発仙台23時46分着と最終列車、深夜帯を走るため乗りづらい列車ではあるんですが、 H5 系でやまびこ号、しかもね、
唯一自由席が設定されている列車となっています。皆さん興味があればね、夜遅いですがぜひ一度乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。